いいの、私のままでいいの、だから無理はしないよ。ダメな自分を好きになれる日まで、泣いたばかりの日々なら、優しい心が育って誰かを救えるはず。そっと震える足で立って、信じる先へ大丈夫。未来で笑ってるから、つまずいた石を流れて、ダダ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 、一つのマイブーケー。さあ、昨日の負けから元気になって帰ってきたよ。同じ日だけどね。サイコパスかな、自分って思うぐらい。さあ、今の曲、まあ励まし系の曲ね。昨日の負けた自分をに励まして、今日もレート結構高めの相手ですけど、勝ちますよ。昨日勝つって言ったから勝ちますよ。昨日勝つと言ったから勝つ。どんな勝ち方でもいい、勝つ、勝つだけ、それだけ。シェー、絶対に勝つ。昨日の3イニング目ぐらいの集中力で勝ちましょう。もうエネルギー切れました、正直。こっからみたいなとこあるよね。頭がバグってきてからが面白いわ、プロスピなんて。ケイエ、やべえ、活性化してきてる頭が。落ちる落ちる落ちる、落とせ、落とせとか言っちゃう。ああいうとこでも情けなくてもいい、勝つ。高い。もう打ち取られたと思いましたね、正直。でか、今の、はい、俺このホームラン1本で勝つよ、言っとくけど。なんてね、なんてね、19点取るわ。え、ドラゴンズこの回先制となる。19点取らせていただきます。ファウルになります。振っちゃうね、ああいうのも、ああいうのも振っちゃうね。ヒューッと、危ないね、ヒットヒット。オッケー、打率も上げていきましょうっつうね。うん、気を取り直してね。負けすぎてますから、私自身負けすぎています。まっすぐ張ってた。え、ボール球なの。え、まあヒット3本打ったらね、あの1点分ぐらいになってるからいいっしょ。失投ホームランでも許してや、みんな。やべ、ホームラン打たれそう、この球。あんま、あぶねえ。昨日喋んなかったからさ、いっぱい喋っていこうと思って。あのさっきの曲俺が歌って、あぶない、ちょっと待って、油断できない。そっか、この人格上だった、やべえ。緊張してきた。よーしよしよし。さあ振って、もうちょっと顔似せてもいいんじゃない、大山さんの。さあサードゴロお願い。いい、でかいね、でかいね、それはでかいね。真ん中ツーシームね、これどう。はい、俺の名前入りツーシーム。あ、やべ、これ入っちゃう、ストライク。あー、でかい、勝利の女神ありがとう。ガイフライ、よし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 、見逃した。いい、これワンチャンストライク入れてもいい気がする。でかい、よっしゃー、よっしゃー。そうだ、この人1点じゃダメだ。危ね、
さあちょっと調子が上がってきそうな気がする。俺の季節だ。ちょっとなんで俺あのカーブ打つねん。油断しすぎな。普通に相手強い相手だよ、言っとくけど。ケイハイさん、いい反応、いい反応、いい反応だよ。さあ2-3ボール球勝負でもいいんじゃないの。リュウク行こう。ここ打てそうやわ。あーダメか。ちょっと繋ごう。ここマジで木下さん、うん、それは無理だ。初見ね、取るん、それそれ取るん。さあてん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 。さあ行きます。さあ行くよ。威圧感で抑える。初球時ワンバウンドヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターは大丈夫だよ。入っている源田。ヒットでバッターボックスには代打の中島。これ次ボール球投げちゃいけないと思うんですよ。ストレートでいいです。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。ここはゲッツーを取ってる。なるほど。さあそういった配球で攻めて。ここでスプリットありだと思う。よし。すみませんね。走ってきた。外の球打った。だる。一塁アウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。やってくれるじゃねえかよ。一郎が入っています。怖いバッターが続きますね。さあワンアウトになりましたが、点検には同点のランナー。ライトへ持っていった。ワンバウンド。そや。で打たれる。厳しいコースでした。よーし。すぐに追い込みました。三振。切りました。ファウルボール。ふう。よし。まあ1点で勝てる相手じゃなかったしな。嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。さあ2アウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っています。この回で勝ち越されると厳しくなってきますから、なんとか引き続きしのぎたいですね。なるほど、そうですね。これはやばいね。よし、さよならしよう。ライデル悪くないよ。ライデルにセーブがつかないのなら、ライデルにここで勝ちをつける。うん、勝ちつけるよ。これから3回の裏、ドラゴンズ打順よく1番から始まります。大島がミート99つえ。ファールフライに倒れています。ドラゴンズ同点で迎える最後の攻撃です。西さん、最後の攻撃なんとしても V に出たいですよね。まあここはね、確実に行きたいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。落ちろ。なあマジか。バッターボックスは2番福留。先ほどの打席でソロホームランを放っています。いや貴重な一発でしたよね。はい、長径か。いやホームラン打てる、はい、この打席も期待しましょう。まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ3球目は何か。1、2塁ボール球で勝負してきやがった。打席には3番バッター平田。ちょっとよぎったけどさ。2アウトランナーありません。左中間へ、ここは打ち上げています。抑えて。さあ相手の方が心理的には有利だね。これ回は4回の表に入っています。バファローズの攻撃。そしてバッターボックスは5番村上。先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。
2イニングはやめとくか。ドラゴンズピッチャーが変わります。速い球張る系の人と評価。いやでも昨日負けないって誓ったからさ。先ほどの打席はサードライナーに倒れています。ヒットでランナーを一塁。よし、この打球はフライになっています。バッターボックス森、結構張るんかな、いろんな球わかんねえな。ワンアウトになっています。ここはゲッツーを取るようなピッチングになりそうですね。そうですか。いや打ち入っちゃうな。ランナースタート、キャッチャー投球して、まあしっかり捉えるね、マジで。よし、OK、OK、OK、集中。3点は取れるよ。3点は取ろうぜ。よし、この回の攻撃はここまで。ドラゴンズ最後の攻撃になります。バッターは細川。まあ先ほどのヒットはいい当たりですね。さあ相当いいピッチャーが来るはず、ここで。バファローズピッチャーが。え、ちょっと待って、どの乗り元さん。え、これ好きやな、相手パリーグ。この乗り元さん、この乗り元さんで来る。よし、二塁行け、二塁。よし、オッケー。よし、勝つ。ここは点差もありますから、クリーンアップとしての犠牲フライ以上の結果を出したいですね。ゲナックルカーブでスプリットが5つ、縦スラ3つ。いいとこ、いいとこ。よっしゃ、ビシエド絶対に勝つって決めたからさ、今日。絶対に勝つって決めたんだよ。よっしゃー、決めた。よっしゃー、よし、よし、よし。しんどい、しんどかったぜ。いやー、しんどかった。なんでそんな打つ。いやいやいや、はあ、よかった。あー、皆さん、よかったらチャンネル登録お願いします。高評価だけでもいいです。今日も一日お疲れ様でした。ありがとうございました。ビクトリー。